皆さんこんにちは、東京 MTG の Kai です。 Hey everyone, here is Kai from Tokyo MTG。 はじめまして、私は沢渡海と申します。日本生まれなんですけれども、ほぼ一生ドイツに住んでた、まあドイツと日本のハーフです。僕にとってマジックっていうのは、そうですね、ほぼずっとドイツで回して、ドイツとかまあヨーロッパ GP とかで使っていたものなので、やっぱりドイツ語と英語でマジックを回すのがほとんどだったんですよね。そういう僕なんですけれども、今年2015年の2月に日本へ引っ越してきて、初めて日本人とマジックのプレイを楽しむことができました。まあ自分にとっても それもすごい面白い経験だったんですけれども、マジックのコミュニティとか文化がやっぱり違うなっていうことに、なんか随分驚いて、とてもとてもここのアジア系のマジックもすごい楽しんでます。そしてここの東京 MDG 水戸橋店にまだいらしてない方のためには、これからちょっと僕と一緒に手つないで一緒に水戸橋駅からここまで歩いていきましょうか。じゃあ行きますよ、レッツゴー。皆さんこんにちは、東京 MTG の Kai です。 Hey everyone, here's Kai from Tokyo MDG。 今現在ですね、東京水戸橋駅に着いたんですけれども、ここが東京 MDG のお店に着くようにためには一番近い駅だと思っております。で、一応 こちらが、まあ、西口なんですけれども、これから、まあ、こちらに向いて歩いていきたいなと思います。じゃあ早速行ってみましょうか。ここは今水戸橋西口のちょうど信号の前なんですけれども、もし あっちの方にジョンツン・ジョンツンっていう建物が見えたらバッチリです。で、これからそのジョンツン・ジョンツンっていう建物の方に歩いていきましょう。あそこをご覧ください。あそこに東京 MTG っていう看板が出てますね。こっちが庄司ビルの2階の建物なんですけれども、ちょっと近づいてみましょうか。そしてこちらではなく、ここにももうガーンと大きい、これ 3G になってるんですけども、ちゃんと綺麗にサインがついてますね。一応ここからでちょっとこうプロポーズ、じゃあ上がっていきましょう。ちなみになんですけれども、もし JR 総武線ではなくて東映三田線を使う方がいらしたら、それも全然大丈夫です。これから東映三田線の駅の方までもちょっと歩いていきましょう。ちなみになんですけど、こっちが水戸橋西口の改札ですね。ここからだと、まあ、うちのお店までが一番近いんですけれども、地下鉄の駅のとこまでもちょっとこれから歩いてみましょう。 OK。 あ、なんかもう あそこのとこからも観覧車とか見えてきましたね。観覧車とジェットコースターですね。まあ トーナメントに参加するときに非常に速いデッキを使えば、あのラウンド中にさ、あのね、観覧車の1回1周回ることももしかしたら可能かもしれないので試してみてください。さてさて、じゃあ一応一回こちらをご覧ください。ここからはまだちゃんと見えないんですけれども、あちらに交差点があるんですよね。で、あちらの交差点のとこに東映三田線地下鉄の駅もありますので、あそこはそうですね、まあ、地下鉄からの一番近い駅だと思います。なので、あそこを降りてから、まず東京ドームの前をこうぐーっと歩いてきて、この橋をこう渡ってきて、ずっとまっすぐ行けば、まあ、東京 MDG のお店に着きますので、割と簡単です。じゃあ、早速入ってみましょうか。行ってきますよ。
おお。はい、いらっしゃいませ。おお、なんか元気いいスタッフじゃないですか。みんな元気で本当に毎日お客さんのことをお待ちしておりますので、ぜひぜひ東京 MDG 水道橋店に遊びに来てくださいね。美味しかったです。いや、だいたい僕は休憩中によくここら辺でブラブラしながらコーヒー飲んだりしてるんですよね。で、ちょうどここでよく生放送とかも待ってるんですけれども、今はちょうどですね、この間のレガシー GP 京都の準決勝、こっちが僕なんですけれども、ちょうど自分が負けてるとこを見て、ちょっとこう悔しい思い出で見る時がよくありますね。はい、なので今度ぜひお客さんと一緒でここら辺でも生放送見ながらコーヒーでも飲みませんか。Quick question time。 今週のトピックはこちら。Hey everyone, I'm Cal Aldre from Yokohama. I've been playing Magic for 20 years, ever since Antiquities. あ、どうも、小田です。僕は、Magic をテンペストぐらいからやってます。Favorite format is Cube Draft. Favorite competitive format is Standard Draft. 僕は一番好き、普段はレガシーやってるんですけど、でも一番好きなのは EDH です。今までグランプリでは基本的には EDH やりに来てました。山口です。静岡、日本のまま静岡に住んでます。まあ、もちろんレガシー。 My name is Brian Hornibrook. I live in North Tokyo and I've been in Japan for 8 years and currently I'm teaching elementary school. My favorite format has got to be Commander. I've always been a diehard casual fan. Before Commander it was 60 card casual and yeah, that's got to be the one that keeps me in magic all the time. はい、松下龍樹です。瀬尾健太です。はい、高橋正人です。スタンダードです。 EDH です。レガシーです。これが海外 MTG でしたが、いかがでしたか。これからこのシリーズが毎月アップされるんですけれども、次回もまた楽しみにしてくださいね。あとは東京 MTG ヴィンテージオープンやボックスオープニングのビデオもありますので、そこも見てくださいね。まあ、気に入ってくれたらライクやコメント、またはチャンネル登録もお願いします。以上、東京 MTG の会でした。 See you guys. This was Kai from Tokyo MTG. Thank you.